expecting to when you are into Vampire Girls. This is not your ordinary anime, so yeah. And Ichino's Cowboy is the one that uploaded this video. So yeah. Good luck. I'm gonna be reacting to this. And this is the name right here. Good luck. It's great. Oh my. I don't know why, but I love that scene, apparently. Huh. It was pretty good, actually. First he appears on from a train. Oi, Sakono-nin-san. Kimi, Tokitsu, Daisuke-kun? はあ、そうですが。私はキリア・ボタン。ひょっとしたら君のお姉さんか妹になるものよ。はあ？さあ、行きましょう。どうやらこの手紙はただのいたずらではないようだ。東京で雑誌記者をしていた俺は奇妙な手紙に導かれてここへやってきた。差出人は新進気鋭の女性作家だったキリア夫人。ただし彼女は10年前に亡くなったはずだ。着いたわよ。うっ。Oof. Is your shoulder okay there, buddy? なって申し訳ございません。ようこそ、時津大輔さん。私が桐谷家当主、桐谷孝臣の妻、スミです。はじめまして。立派になったわね。え？覚えてらっしゃらないのね。無理もないわ。小さかったし、いろいろと大変だったもの。は、こちらが当主の桐谷孝臣です。申し訳ないのだけれど、主人は長患いで少々具合が優れないの。そうですか。はじめまして、伯爵。時津大輔です。高臣の後ろにいるのが女中頭の嵯峨根綾。どうも。娘たちを紹介しますわ。長女のなでしこ。続いてその隣が。って紹介の必要ないわね。何よ、ちゃんと紹介してよ。ボタンの隣が三女の愛。愛の隣が五女の紅。最後が六女のすみれです。よろしくお願いします、大輔様。一つお聞きしたいのですが、俺は書生を雇いたいって招待状を読んできたわけで。違うのですよ、大輔さん。書生を雇いたいというのはただの口実。私の娘を抱いてやってください。あなたの子種で娘たちの誰かをはらませてほしいのです。はあ、え、大輔さん、あなたは選ばれたのです。キリアの娘と子を成し、pretty much. このキリア家のすべてを手に入れる唯一の男性に。大輔、ボタン姉さんが屋敷の中を案内してあげよっか。待って、それなら私が。大輔さん、勘弁してくれ。はじめまして。そういう話は二人きりの時にしましょう。ちょ、おい、君。で、な、い、もう忘れちゃったの？大輔さん、負けない。Goodness。くれない。俺と契約してくれ。See, in this。よく眠れました？まあ。
どうしました？なぜこんなところで寝てらっしゃったので、少しでも安らげるようにと。屋敷には慣れました？ええ、紅さんが一通り案内してくれました。明日は庭を案内してくれるそうです。そう。何かありまして？正直何が何だかわからなくて。ここへ来たのも10年前に亡くなったあなたの妹のキリア・フジノさんの名で、僕のところに招待状が届いたからなんですよ。あら、普通ならそのような手紙の中身を見もしないと思いますのに、あなたはどうしていらしたのですか？雑誌記者の性分ですかね。何か記事のネタになるかと思って。失礼ですけど、キリア伯爵家は昔からいろいろと噂の絶えない家ですから。そうですな。今でもこれは巧妙に仕組まれたいたずらじゃないかと半分思ってます。大丈夫、お姉さんに任せなさい。Yeah. これは大丈夫だからさ、思い切って。いや、絶対に嫌。そんなことしたら大輔が大輔じゃなくなっちゃう。そんなの絶対に嫌。もう本当人気のない庭だな。私たちキリアのものは昔から皮膚が弱くて強い日差しが苦手なの。ああ、そうか。だから昼間でも部屋や廊下にカーテンをしてるのか。そういうこと。私はこれくらいのお日様は好きだけどね。どうしたの？いや、この蔵、今は何に使ってるんだ？前は藤の姉様のアトリエだったわ。そうか。大輔、この蔵のこと覚えてないの？昔藤の姉様やスミレと一緒にこの中で遊んだのよ。本当に俺は数日この屋敷にいたことがあるのか？本当に忘れちゃったんだ。すまない。いいわ、思い出はこれから作ればいいんだし。うん、でかっ。ゴン、この人はキリアの客人よ。分かったらお行きなさい。誰なんだい？使用人のゴンよ。見た目は怖いけど悪い人間じゃないわ。ねえ大輔、よとぎ、今夜からよね。誰のところに行くのかもう決めた？酔ってて。ダメよ、これは私たちにとって大事なことなんだから。真面目にやってよね。すまない。意気地なし。いいこと、こういうことは一番最初が肝心なの。だから今夜は大輔と一番年齢の近い人のところに行くのがいいと私は思うの。それってつまりお前ってことじゃ。うるさい。夜とぎは大事な儀式なんだからすっぽかしたりしたらダメよ。わかったよ。絶対絶対よ。ああ。う。あら大輔、あなたも神へ祈りを捧げに来たの？いや、ただブラブラしているだけさ。祈りの邪魔をして悪かったな。そんなことないわ。なあ龍太、ヨトギってこの家にとってそんなに大事なものなのか？それになぜ俺なんだ？あなたが選ばれた理由を知りたければ、今日と明日が重なるときまたここへ来なさい。龍、dude, they're vampires. すみさん、ちょっとお話が。ヨトギは4日間。大輔さんが誰を選ぶか楽しみね。え、必要はないですよ。あの、ちょっと待って。その、今日はね、私が大輔を楽しませたいな。お願い。いいでしょ？ああ、儀式か。あなたが選ばれた理由を知りたければ、今日と明日が重なるとき、またここへ来なさい。Oh my. 大輔。こんな夜中に明かりが。え？
体何が、これは何だ。Yeah, dude. これは何だ。では、ニエの儀を行いましょう。ゴン、お前は本当にいい家畜だね。脳みそを侵され、感情さえ食われても、まだこうして生きてる。このまま元気に我が家に尽くしてくれるわね。さあ、お前の血を送れ。くれないお姉様。世話の焼ける人間だよ、君は。適合者がキリアの娘を妻にするには、ヨトギの他にもう一つの儀式もあるの。契約の儀式よ。契約？吸血鬼の夫となった男は彼女にのみその血を捧げるのよ。家畜と違って吸われた方も日光に弱い体質になっちゃうけど、ま、気持ちいい思いするんだからしょうがないわよね。家政婦さんがベッドメイク中なのかな。え、あ、大輔さん。大輔さん、私スミレちゃんもキリアの娘なんだね。はい。おい、くれない。何やってんだ。日に当たるなんてどうかしてるぞ。うるさい、ほっといてよ。ほっとけるか。お前、自分が吸血鬼だって自覚はないのかよ。大輔、どうしてそのことを。ボタンとリュウダに教えてもらった。昨日のニエノギも見た。日中に窓を開けるなんて。腕見せてみろ。アヤさんに薬をもらってくる。待って、薬なら持ってる。私、よくやっちゃうから。よしっと。ったく、無茶もいいところだ。いきなり上からお礼向けて花瓶落とすなんて。だって、大輔ルドミラにデレデレしちゃって。デレデレなんてしてない。してた。してない。リュウダは吸血鬼と向き合うためのアドバイスを、俺に話していてくれたんだ。大輔、私のこと怖くないの？昨日のあれは確かに怖かった。だけど、同時に俺には美しく感じた。え？おかしいだろ。でも本当なんだ。俺は君たち吸血鬼に惹かれている。特にくれない。お前に。何言ってるのよ！私は化け物なのよ！美しいバラにはトゲがある。なら、絶世の美女には牙があってもおかしくないだろ。うまいこと言っちゃって。前に話したよね。大輔が以前、この屋敷に一晩だけ泊まった時のこと。ああ。蔵の中で、スミレや藤の姉様と一緒に遊んで、大輔はそのまま藤の姉様と蔵で一緒に寝て、次の日の昼間、大輔は施設の人に引き取られていったんだけど、私とスミレはこっそりこの部屋から見送ってたんだよ。あの時、大輔は私たちの気配に気づいて手を振ってくれたの。お日様をいっぱい浴びて笑って手を振る大輔の顔、今でも覚えてる。だから私、大輔が遠くに行っちゃった後も、あなたと同じようにお日様の下を歩きたくて、母様やアヤに叱られても庭に出るようになったの。でもね、本当はもっと明るいお日様の下で大輔と一緒に歩きたい。大好きな大輔とお日様の下で歩きたい。くれない、大輔。見ないでよ。綺麗だよ、くれない。バカ。Yeah. すべてを知った上で、まだヨトギに参加するの？
まあ。もう引き返せないわよ。わかってる。でももう決めたんだ。君なら、キリアの運命を変えてくれるかもね。ねえ、大輔。ん？くれない。さあ、俺と契約してくれ。どうしたの？くれない。俺と契約してくれ。俺は大丈夫だから。さあ、思い切って。いや、絶対に嫌。そんなことしたら、大輔が大輔でなくなっちゃう。そんなの絶対に嫌！くれない。大輔が欲しい。交わるだけじゃ満足できない。私の牙も喉もうついている。大輔が好きだから。でもそんなことしたら大輔が大輔じゃなくなっちゃう。だから契約の儀式はしたくない。ちぎりを交わしたら闇の眷属になってもう戻れないんだよ。お日様の下で私に手を振ってくれた大輔じゃなくなっちゃう。私の夢も大輔の輝きもみんななくなっちゃう。何か方法があるはずだ。ボタンは吸血鬼の力を失わずに昼間も外で動けるんだ。それはボタン姉様は特別な体だから。だからだよ。何か理由があるはずなんだ。それが分かれば紅もきっと太陽の下を自由に歩ける体になる。大輔。No。キリアの一族からはぐれ者になってもいいじゃないか。キリアの家を出るなんて考えたこともなかった。俺が守ってやる。大輔。一緒に探そう。太陽の下を歩ける方法を。Oh, that's so beautiful. Ugh, son of a bitch. Thanks, Itchy Nose. I'm doing so many edits. It was quite unexpected, to be honest. But, thank you all for watching this. Peace out. Keep on stuff. Laters.